オールドブリッジタウンシップはアメリカ合衆国ニュージャージー州の中部ミドルセックス郡の東部にあるタウンシップである。2010年国勢調査での人口は65,375人だった。2010年の人口では州内第18位の自治体であり2000年の21位より3つ上がっていた。2000年国勢調査時点からは4,919人、8.1%の 増加、1990年からは8,900人、15.8%の増加だった。オールドブリッジは、スタテン島から、ラルタン湾を渡ったところ、マンハッタンから25マイルにあり、ニューヨーク市のベッドタウンである。州内ニューアークからは南に、約30マイルにある。雑誌、マネーの2005年と2007年、アメリカで住みたい場所リストに、オールドブリッジが挙げられていた。 現在のオールドブリッジタウンシップは当初1869年3月2日にニュージャージー州議会の法によりマディソンタウンシップとして法人化された。領域はサウスアンボイタウンシップの一部が取られた。1975年11月5日に行われた住民投票で賛成7150票、反対4888票という結果により、 オールドブリッジタウンシップへの解明が認められた。この解明は、モリス郡にあるマディソンボロとの混同を避けるためだった。しかし、カムデンアンボイ鉄道沿線でサウスアンボイより約8マイル先あるいはサウスアンボイから約7マイルという場所に、オールドブリッジという地名が使われたのは少なくとも1853年に遡ることができた。 当初のタウンシップは農園ばかりであり、人口はゆるり増加した。1880年の人口は1662人であり、1950年でも7365人となっただけだった。その後建設ブームが始まり、農地が開発されていった。1960年の人口は22772人となった。 1980年の国勢調査では51,406人だった。ニュージャージー州道18号線が海岸まで延伸されたことで、オールドブリッジは大きく変化した。オールドブリッジとなった地域の最初の住人は、レニ・レナペ族インディアンだった。この地域に入植していた人々は、ユナミ族、すなわち、川下の民と呼ばれた。 彼らは今日の多くの人々と同様に毎年夏に北の狩猟場からラルタン湾に沿って移動してきていた。1664年、イングランドがオランダからこの地域の支配権を奪った時、東ジャージーと西ジャージーの2つの地域に分けられた。1683年、東ジャージーの植民地議会がミドルセックス軍の強化を決め、その他バーゲン軍、エセックス軍、 モンマス軍も決めた。これらはラルタン川の両岸にあるプランテーションすべてを含み、東はチーズクエイクハーバーから南西に植民地の教会となり、その南西教会はモンマス軍との軍境とタウンシップの南側教会となった。トマス・ウォーンが東ジャージーの初期領主24人の一人であり、地域の土地所有者に挙げられ、 その息子が1683年にチーズクエイク、地域に最初に住んだ白人だと言われている。ジョン・ブラウンとスザンナ・ブラウンは1737年にイングランド国王から1000エーカーの土地を払い下げられた。彼らはその地域をブラウンビルと呼び、今日のタウンシップの一部がブラウンタウンと呼ばれている。オールドブリッジのその他重要な領主としては、ボーン、モーガン、レッツ、ブラウン。 トーン、ハーバート、コットレル各一族であり、オールドブリッジの最初の土地所有者として、年代を辿ることができる。1684年、サウス・アン・ボイ・タウンシップが設立された。当時、その領域は、現在のモンドタウンシップとオールドブリッジ・タウンシップ、セイヤー・ビルボロ、サウス・アン・ボイ市にまで広がっていた。オールドブリッジ・タウンシップは1869年3月2日に、 サウスアンボイの42平方マイルを分離して設立され当初はマディソンタウンシップと呼ばれた。1975年住民投票によって名称はマディソンからオールドブリッジに変えられた。その目的はモリソ郡にあるマディソンボロと区別するために独自の郵便用住所と郵便番号を持つことだった。オールドブリッジという名称はサウス側にかかる 最初の橋がそこに架けられ、他にも橋が架けられると、最初の橋は、オールドブリッジと呼ばれたという事実によっていた。それ以前は、サウス川橋と呼ばれていた。オールドブリッジタウンシップは、北緯40度24分17秒、成形74度18分31秒、北緯40.2404632度、成形74.308537度、 40.404632-74.308537に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、領域全面積は40.783平方マイルであり、このうち陸地38.060平方マイル、水域は2.723平方マイルで、水域率は6.68%である。オールドブリッジタウンシップの中には、 下記の国勢調査指定地域があり、すべて法人化話されていない。その他タウンシップの中に、その一部、または全部が入っている未編入領域としては、ブラウンタウン、ブランズウィックガーデンズ、チーズクエイク、コットレルコーナーズ、イーストスポッツウッド、マチャポニックス、モーリスコーナー、モリスタウン、パーリン、レッドショーコーナー、ラニオン、セーアーウッドサウス、サウスオールドブリッジ、 テキサスがある。マディソンタウンシップには多くの水流があり、工場に使う水力を生み出すために使われた。ウォン家が地域で縮みみつる工場を所有していた。縮みみつるは毛織物の仕上げ工程として使われ、ホコリや油を取り、毛と繊維を圧縮するものだった。この工場はオールドブリッジ高校の背後で運転されていたと、 言われており、水流は東のマタワイクリークに流れていた。オールドブリッジの地域は多くの鍵タバコ工場があることでも知られていた。ワシントン鍵タバコ工場は1801年に設立され、マウントプレザントとオールドブリッジターンパイク沿いにあった。スナフは当時の男女が使った家具タバコだった。 オールドブリッジを囲む地域の粘土がヨーロッパ人開拓者が入ってくる以前から陶器やレンガに使われていた。レニ・レナペ族インディアンが住んでいた時にチーズ・クエイク・クリーク周辺に細かい粘土層があった。川岸で粘土を発見したことでミドルセックス軍のみならずニュージャージー全体でも粘土産業が始まった。1800年代までに粘土が主要産業になっていた。 チーズクエイククリーク沿いに見つかった粘土層はアメリカ合衆国でも最良の陶器用粘土だと報告されている。ここの粘土は地元の製陶業者だけでなく、ハドソン川、バレー、コネチカット州、ノーウォークなどニューイングランド各所やカナダの一部まで供給された。この地域の粘土を最も初期に使った例は独立戦争前のジェームズ・モーガン隊だった。 パーリン粘土港はアメリカ国道9号線とアーンストン道路の近くにあった。コットレルの敷地はオールドブリッジのランドマークである。1831年に設立され、現在も群道516号線とコットレル道路の北東角にある。コットレル家はその家から通り向かいに広さ150エーカーのリンゴ園を所有していた。 リンゴの大きさや質で使えないものも捨てられなかった。コットレル道路と修道516号線の南西角にあったレーオン貯蔵用の建物でコットレル家がニュージャージーアップルブロワーズ社を設立した。リンゴを潰してリンゴジュースを作り大釜で蒸留してリンゴブランディを作ったのがこの蒸留所だった。このブランディはコットレルの敷地にあった政府の倉庫の樽で年を重ねた。 コットレル家は、リンゴブランディを20年間制作し、ブラウンタウンの名前で流通業者に卸ろした。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。オールドブリッジタウンシップは、ホークナー法の主張、立法委員会の政府形態プラン委員を取っている。立法委員会は9人の委員で構成され。 そのうち6人がタウンシップの小選挙区から3人がタウンシップ全体を選挙区に11月の一般選挙の一部として行われる党派選挙で選ばれている。選挙で選ばれる役人はすべて任期4年間であり、小選挙区の6人をそれぞれ選んだ2年後に残り3人とタウンシップ長を選ぶ選挙がある。オールドブリッジタウンシップは アメリカ合衆国会議員の選挙でニュージャージー州第6選挙区と第12選挙区に属している。2010年国政調査以前も第6選挙区と第12選挙区に入っていたが、領域は今とは異なっていた。2012年11月の一般選挙の結果に基づきニュージャージー州地区見直し委員会が行った修正は2013年1月に有効となった。 その結果、タウンシップの北部と東部に住む22,050人を、第6区に、西部と南部に住む43,325人を、第12区に移すことになった。衆議会会員では、第12選挙区に入っている。2010年国勢調査の後で2011年に、選挙区再配置が行われ、第13選挙区から第12選挙区に移った。 2011年3月23日時点で登録有権者総数は38,907人であり、そのうち1946人、28.1%が民主党に6,363人、16.4%が共和党に21,577人、55.5%が無党派に登録されている。その他の政党は21人である。 2012年アメリカ合衆国大統領選挙では民主党のバラク・オバマは13,127票、54.1%、共和党のミッド・ロムニーが1911票、44.9%、その他の候補者が240票、1.0%という結果だった。登録有権者39,947人のうち24,402人。 61.1%が投票し、124票が無効だった。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では、民主党のバラク・オバマは14001票、51.0%、共和党のジョン・マケインが13,019票、47.4%、その他の候補者が274票、1.0%という結果だった。 登録有権者39,454人のうち27,464人69.6%が投票した。2004年アメリカ合衆国大統領選挙では共和党のジョージ・ W ・ブッシュが12,722票51.0%民主党のジョン・ケリーが11,884票47.7% その他の候補者が237票、0.7%だった。登録有権者36,428人のうち24,931人、68.4%が投票した。2013年ニュージャージ州知事選挙では、共和党のクリス・クリスティが12,11票、68.3%。 民主党のバーバラ・ボオノが4532票、30.3%、その他の候補者が206票、1.4%だった。登録有権者4437人のうち15147人、37.5%が投票した。198票が無好票だった。2009年ニュージャージー州知事選挙では、 共和党のクリス・クリスティが9511票、57.8%、民主党のジョン・コウザインが5898票、35.9%、独立系のクリス・ダゲットが976票、5.9%、その他の候補者が168票、1.0%だった。登録有権者38430人のうち、 16,444人、42.8%が投票した。オールドブリッジタウンシップ教育学区が幼稚園から12年生の教育を管轄している。2011年から2012年の教育年度では、15の学校に9,197人の児童生徒が学び、教師は常勤換算で684.0人。 生徒、教師比率は13.45対1だった。学区内の学校は以下の通りである。生徒数は教育統計全国センターによる。オールドブリッジにあるチーズクエイク州立公園の地図2010年5月時点で、タウンシップの中には、総延長222.24マイルの道路がある。そのうち179.32マイルが、タウンシップの保守に、 24.41マイルがミドルセックス郡、16.65マイルがニュージャージー州交通省、1.86マイルはニュージャージーターンパイク管理局の管轄である。ガーデンステート公園道路がオールドブリッジの中を1.9マイル通り、南はモンマス郡のアバディーンタウンシップから、南はセイヤービルをつないでいる。途中のインターチェンジ120番にはローレンスハーバー。 またワンという表示がある。その他、アメリカ国道9号線、ニュージャージー州道18号線、道34号線、道35号線もタウンシップ内を通っている。オールドブリッジ空港が中心事業地区の南5マイルにある。軍道としては、516号線、5 2十号線、527号線、615号線が主なものである。 ニュージャージーターンパイクは、修道18号線で隣接するイーストブランズウィックに出口9番があり、またモンロータウンシップの出口8番 A もそれほど遠くはない。オールドブリッジは、修道34号線で、マタワンボロに接しており、マタワンにはアバディーンマタワン鉄道駅がある。国道9号線北駅沿いには、ニュージャージートランジットの大きなバスターミナルがあり、 アーンストン道路にも近い。ニュージャージートランジットのバスでは、131系統、133系統、134系統、135系統、138系統、139系統で、ニューヨーク市マンハッタン、ミッドタウンにあるポートオーソリティバスターミナルへ、67系統と68系統で、ニューアーク市へ、 地方便の817系統と818系統でジャージーシティへ運行されている。オールドブリッジには常勤の警察署があり、81人以上の警官を多くの部局に分けている。年間5万件から5万5000件の電話呼び出しに対応している。部局としては管理部、パトロール部、交通安全部、捜査部、監視部、麻薬部、武器部隊、 特殊任務隊、車両修繕所、補助部があり、また特殊警官もいる。オールドブリッジは4つの消防地区に分けられている。それぞれの地区に駐屯所があり、適切な装備や車両が備えられ、タウンシップ内や周辺の街の緊急事態に対応できるようにしている。オールドブリッジは救急医療のために5つの地区に分けられている。 多くの救急車が配置され、上勤の救急隊員は午前6時から午後6時までで雇用されている。オールドブリッジボランティア救急医療サービスは、すべて有給の隊であり、ボランティア組織あるいは、タウンシップ自体のどれとも関わりがない。先進救命支援は、メディックスとも呼ばれ、支援要請に基づきすべてのコールに対応する、有給の人員部隊である。外省、 産業事故、心臓の問題、卒中、重大な自動車事故などによる生死を争う事態、すべてに対応する。ロバートウッド・ジョンソン大学病院、セント・ピーターズ大学病院、ラリタンワン医療センターを拠点にし、それぞれ救急車を割り当てられている。ラリタンワン医療センターは、オールドブリッジ部門とパース・アンボイ部門の二つの病院がある。オールドブリッジ部門は、 ニュージャージー州道18号線とフェリー道路の交差点にある。外省以外のすべてを扱う。外省はニューブランズウィックにあるロバートウッド・ジョンソン大学病院で扱う。オールドブリッジ・タウンシップで生まれ、居住し、あるいは密接な関わりがあった著名人は以下の通りである。ありがとうございます。